ロキは、マーベルコミックの出版作品に登場する架空のキャラクターで、スーパーヴィランである。スーパーヒーローのマイティ・ソーの義兄弟で宿敵として、知られ、北欧神話の同盟の神をベースとしている。初登場はヴィーナス6であり、後に、スタンリー、ラリー・リーバー、ジャック・カービーによって再創造された。2009年、ロキは、イ軍による、AS グレイテストコミックブックヴィランオブオールタイムにランクインした。ロキはタイムリーコミックスのヴィーナス6で初登場し、その時は冥界に追放されるオリンポス神の一人として描かれた。マーベルで公式に登場したのは、ジャーニー・イントゥ・ミステリー85で、スタンリー、ラリー・リーバー、ジャック・カービーによって再創造された。ロキはその後も、ジャーニー・イントゥ・ミステリー、そう、アベンジャーズ、その他のマーベルユニバース作品に登場するようになった。マーベルは、ロバート・ロディによる全4号のミニシリーズ、ロキを出版した。マイティ・ソーがシフやワルダーと共に、アースガルズでの冒険する姿を描いた、そう、サン・オブ・アスガルド1から9にも登場した。ロキが重要な役割を果たした、ダーク・レインに続いて、マーベルは、ロベルト・アギーレ・サカサ原作、セバスチャン・フィウマーラ作画によるリミテッドシリーズ、ロキを開始した。ロキは、マット・フランクション原作、パトリック・ザーチャー作画のソー、エイジズ・オブ・サンダーでも登場する。それでは、過去のラグナロクからソーとアスガード人の物語が描かれる、アスガルドのオーディンがストームジャイアントとの戦いで、老兵王を倒した後、要塞の中で一人の子供を発見した。その子こそが、ロキで、イゴ・オーディンの養子として育てられることとなった。幼年期から青春時代まで、ロキは自分とソーに対するアスガルドの市民の扱いの違いに苛立っていた。アスガルド人は戦いにおいて何よりも強大な力、不屈の心、勇気を重要視しており、ロキはこれらすべてが兄のソーより明らかに劣っていた。だがロキは他の分野、特に魔術に長けていた。成人し、邪神となった、彼は、やがて何世紀にもわたって、アスガルド支配のためにソーを追い出そうとした。ソーが言うように、幼少期から何度もソーを殺そうとしたことがある。しかし幼少期は、ソーと兄弟らしく仲良く遊んでいたこともあったようだ。ロキの陰謀はやがて地球を巻き込むようになり、そしてしばしばアスガルドから地球へやってきて、ヒーローたちと戦った。初めて地球で直接戦ったのはソーである。次に、ハルクを操作して暴れさせるが、これがヒーローたちを結束させ、アベンジャーズを設立させるきっかけとなる。ロキは、フロストジャイアンツの末裔として知られるが、そびえるような大男ではない。彼は、他のアスガルドの超人たちと、同じく、超人的な力や耐久力を持っている。ロキは魔法に関する、様々な訓練を積んでおり、多くの目的のために不思議な力を使用する。エネルギーを射出、超人的な能力を生物や無生物に与える、自分自身の体力を一時増加させる、飛行、催眠術、異次元へ瞬間移動である。ロキの不思議な能力は、アスガルドで最も熟練した魔女である、カーニラのものと等しいと記述されている。彼は、都市規模で、幻惑能力を広げることができ、そして最大限に発揮すれば、アポカリプスの支配からも逃れられるほどであった。またロキは、自分の姿を動物や他の人間、ソーやキャプテンアメリカのようなヒーローに変えることができる。しかしながら、自分が変化したものの能力までも獲得するというわけではない。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの時空では、ロキは31世紀の時代で健在である。マーベルゾンビーズの世界では、ロキはゾンビアベンジャーズに食い殺される。ミュータント X の世界では、ロキはアイスマンの能力を操作し、他の人間が彼を触れられないほど、強力に増幅させた。MCU では、トム・ヒドルストンが演じる。日本語吹き替えは、平川大輔が担当。北欧神話のいたずらの神、ロキのモデルである、アスガルドの第二王子にして、ソーの弟。実は、ソーやオーディン、フリッカとの血のつながりはないどころか純然な、アスガルド人でもなく、ヨトゥンヘイムの氷の巨人の長である、ラウフェイの実の息子であった。赤子の頃、巨人にしては体が小さすぎるという理由でヨトゥンヘイムの寺院に捨てられているところをオーディンに拾われ、彼の魔法で肌の色を変えられて、その出自を知らぬままに長年、僧と共に育てられてきた背景がある。幼少期から嘘やいたずらなどを周囲の人物へ繰り返し、口八丁を得意とするひねくれ者で、僧に対しては、皆から愛される兄であると尊敬する半ば、激しい嫉妬心や劣等感を抱き、彼ではなく、自らがアスガルドの王に就こうと絶望するなど、愛憎入り混じった複雑な感情を持つ。当初はおとなしそうな雰囲気だったが、一度アスガルドの追いダッシュの野望を妨げられたことで、悪辣とした表情を見せることが増えた。嫉妬や詐欺師を示す緑色を基調とする衣装とマントもしくはコートに身を包み、その上にアームガードやショルダープロテクターなどの装具をあてがっている。マイティ・ソーとアベンジャーズではメインヴィランとして、以降の作品ではソーに事実上協力するヒーローに若干近い役割で登場する。フリッカから習った魔法の使い手であるため、下記の現実で敵を惑わせる戦法を常用する。これに加え、氷の巨人としての血筋により、地球製の銃撃を受け続けても傷一つつかず、串刺し攻撃を食らっても死に至らない頑強な体や、ほとんどの種族を大きく上回るほどの生命力と筋力を誇る。知性も非常に高く、前述の口八丁や嘘、いたずら、いろいろな計画をどんな状況下でも企てることに長けている。さらに、白兵専用のものから遠距離専用のものまで多彩な武器を使いこなせる器用さも有している。この他にもローキは精霊に呪いをかける魔法も持つと言われる。この他にもローキは氷の巨人の力の源である古の冬の小箱やアスガルドの王位のシンボルであるグングニル、マインドストーンを内包したセプター、イリジウム入手のために用いた交際スキャナー、グランドマスターの宮殿の守衛から奪ったライフル銃まで様々な武器、アイテムを駆使している。アベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトロンでもヒドルストンは登場シーンを撮影していたが、そのシーンは完成版からは除外となった。ロバート・ローディによるグラフィックノベル、ロキを原作とした4話のモーションコミック作品、ソー&ロキ、ブラッド・ブラザーズが2011年3月28日より iTunes、Xbox Live、PlayStation ネットワークで配信されている。ありがとうございます。